人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとスイッチと40代プレイとこですね。今回プレイするソフトはループになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。そう、新たな、まだここは最初からなんかもう汚染されてますね、いろいろ。あれ、これこうか、これで向き変えて、あれ、レーザーはなんかこの左の方向しか出ないのか、これ。で、これで浄化して。でもって、これはこのまっすぐ行きゃ上に上のなんかよくわかんねえトーテンポールみたいなのに当てると浄化できると。そこでいいんだろうか。そうだと思いたい。うまくいってるんだろう。あ、もう来た。早いな。次行こう、次。BGM はいいですけどね。思ったことパズルの難易度かな。緩いんだよな、これ。一人でやってるからかな。一人というか二人でこうやってる形になってるからかな。なんか緩いんですよね。今度こっかな。そうだね、やっぱり。でもってここを登っていって。これなんかあるんだろうな。すぐ行ったらちょうどあんじゃねえよ。これでいいのか。合ってる。でビーッと見るってこと。お、これに乗ったらいいのか。乗ります。あ、ほんとこれを乗ったらいいのか。うちに乗る。ん？ほんで来たのか。うん、いつものやつか。いつも左だね。たまには右にか、たまには左に乗りたいんだけど。うわ、この真っ赤だ。なんか暑そう。おお。ちょっとこの音飛びするのかな。なかったらいいのにな。これがどうにもちょっと盛り下げるな。あれ、なんだこれ。これはだって一緒に乗る、こうでしょ、うん、ここちょっとなんか あんのこれ。ちょっと今までと違う感じですけどね。
くせえな、じいじ。合ってんのかな。また同じ向こう側もってことでしょ、これ。で、持ってこう。はい。で、次だ。次、反対側をまた、浄化だ、浄化。はいと、はい。これもそのまま下行けばいいのか。下地か反対側からこう。ここで浄化よって感じか。はい、OK よと、はい。なんだ、どうなってる。あ、こっちにこう置くのか。お、次来てる。次のタクシー来てる。よっしゃ。どうすんのこれ。なんもないけど。ん？なんだムービーか？わからなかった。あれ？あれ？見捨てないで。なにこれ？なんすか？なぜいきなり。なんだ。向こう行くじゃないのこれ。マジで寂しい。これせっかくこれまで一緒だったのに、あんなに一緒だったのに。どうなんのこれから。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーちょっとびっくりしましたね。まさかずっと2人で一緒にいると思ったのにこれがどうなっていくんでしょうか。次回も楽しみにってことですね。またスイッチのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが苦手だったらグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。